ご視聴ありがとうございます。今回は食べたら止まらなくなるやみつきキャベツを作りました。まずはキャベツの芯を切り落として適当にざく切りにします。切ったらボウルに入れてよく洗います。洗ったら水を切ります。水を切ったら先ほどのボウルで良いので移します。ポン酢大さじ1、ごま油大さじ1、いりごま適量、塩昆布2つまみくらい、混ぜて薄かったら追加してください。味見します。やっぱり薄かったので塩昆布を追加します。お皿に移します。これは絶対美味しいので作ってみてくださいね。